にちは。今日は、ライブ終わりに従業員のちかちゃんとお友達のまおとご飯食べてきてます。イエーイ、緊急の動画回してます。緊急でね、今日も緊急で回してます。はい、今日は緊急で恋愛相談をしようということで、女4人なんで、うん、みんなと話そうかなって思って話題をみんなにもらいました。おい、おお、すごいの来た。焼き鳥屋さん来てるね。生春巻きやば、美味しそうやな。美味しそうやな、でっかいな。見せるじゃーん、生野菜、生野菜もりもり、アボカドやる。よくね。じゃあ、はい、どんな面白いやつある、食べるの難しそうじゃない。うわ、これ食べるの大変だ。あ、いけた。嫉妬することってありますかってみんなに聞いたい。長年の恋愛で旦那にもやし、てか旦那さんに嫉妬しますかって来てるけど、うん、普通に彼氏とか、あなたしますよね。もうするな。でも人による。ああ、そうなの。安心感を与えてくれる人やったら全然せん。ね、女の子と二人でご飯行かれてます。そうやな、せんかったな。全然せん人もいた。けどめっちゃめっちゃする人もいた。人によるか、ほんまに人による。え、ちかちゃんは嫉妬すんの？しますね。あ、するんや、はい、怖そう。でも嫉妬というか、なんかもう怒りね。そうやな、はい、怒るタイプかね。怒るんや。えもう、それってどういうことで内緒にされてたりとか。そうですね、内緒にされてたら、なんかその相手の女の子にとかじゃなくて、自分の彼氏とかに対してムカつく。あー、なるほどな。そういうことな。嫉妬っていうよりか、なんか怒すね。まあ確かに内緒にされてたら、はい、内緒にされたね。嫉妬しますか？なんか、夫婦になってからなくなったかも。あ、付き合ってる時とかは人並みに人並みにあったけど、全くせん人も逆にすごいよ、うん、あったけど、なんか私自分が嫉妬させるような行動も出さへんし、向こうもそんなことするタイプじゃない人としかあんま出会ってないかもしれない、うん、あ、そう、だからなんかそこで揉めたっていう、あの、覚えがあんまりないかも、うん、あ、なんで行くんとか、で行きたいとかいう、なんていう、そういう揉め方がなかったし、自分も男友達とかおらんかったから、うん、こいつと遊びたいとかなかったから、うんうん、で結婚してからは全然もう帰ってくる場所が家やから、うん、何も思わないですね。誰かとご飯行かれてもってこと、うん、そういう雨も嫉妬する状況がなかったかもしれないですね、うん、内緒で行かれたとか、うん、されたらなんか嫉妬っていうか、もうちょっと大きくてもいいかも、声。あ、ほんま。私今ちょっと耳が聞こえにくくて、声がボリュームわからないんで、すいません。ちっちゃいな。確かに。ちっちゃい。普通に話してるけどちっちゃい。あ、ほんま？うん。もうちょっと声張る。嫉妬っていうか、その内緒でご飯とか行かれたらもう別れるかも。うん。アミってなんかその、うん。別れそう。なんかパンって、パンって感じ。いや、もうなんか裏切り行為。うん。内緒でされたってことが無理かも。でも行くのはいいけど、嘘つかれたりとかしたら、もう一瞬で信用なくなる。だからもう一緒におれへんな、みたいになっちゃうから、かなっていう感じです。じゃあ次。え、なんかいっぱい来てんねんけど、結構。盛り上がったね。盛り上がった。嫉妬だけで。ちょっと。選ぶ。みんな順番に選ぶ。あ、じゃあマッチングアプリを始めたんですけど、気をつけることは何だと思いますか？え、やったことある人？見ない。ない。でもは登録はしたことある。私も会ったことはないです。登録だけ？登録はしたことあります。でもなんか TikTok とかで、うん、これだけは絶対にした方がいいみたいなとかあるんですよ、うん、それでは、うん、なんか絶対電話はした方がいいらしいです。あ、ほんまに。怖い。できへん。え、でも電話いるよな。いると思うよね。マジで？だって電話でだいたいどれぐらいの誠意か分かるやん。なんかあったらもうその日だけのなんかノリみたいなのを求められてる可能性もあるけど、うん、会うまでに毎晩電話とかしたりとか、うん、
何気をつけたらいいんやろ。結構本気度がわかるかも。うん、なんか難しくない？その写真と現物が違う可能性あるやん。年齢とかもさ、うんうんうん、全然あるよな。実際会うとそう全然違うおっさんが出てくるとかさ。でもその前にやっぱ電話で声で書く、なんかこう、あ、仲良くなってたらフェイスタイム、フェイスタイムいいやん。フェイスタイムする、うん、テレビ電話重たまあまあいいけど、なんか電話で仲良くなってたらそれこそ別に見た目がさ微妙でもよくいいんじゃない。確かにもう好きになってるやん多分。次アフミが選ぶ、うん、この質問ちょっと重いな。うん、彼女いる人を好きになって、うん、その後別れてくれるみたいです。なんかその好きな人が別れてくれるんやって彼女と、うん、私幸せになれますよね、よねよね、どう、え、別れてから言えって感じじゃない、はい、なんか別れてくれるってやつくない。でも亜美の意見も分かるけどこの人の意見も分かる。だってなんか、うん、この人、男の人は初めての乗り換えかもしらへんやん、うん、分かるよ。でそうやったら全然ありやん。でももうこれ常習犯やったら自分もされるで。いやほんまに乗り換え常習犯かどうかやな、うん、でもなんか初めてでも常習犯でもなんかそれを次付き合うっても言うのが無理。めっちゃわかります。私もそっち派です。やったらもう別れてきたから付き合ってってそれでいいやん。別に別れるからのなんか一回ワンステップいる。だからさもう好きやねん。こっちは好きになったあとやから。こっちは好きやからさ、こっち女は好きやからさ嬉しいよそんなん言われたら。もうじゃあ別れてきてから言ってほしい。好きで待ってるんやったらもう好きやから終わらせてくるから、終わらせてきたからがいいな。そうですね、うん、終わらせてくれたらいいにしてほしい、うん、今からなんやってなったらなんかズルズルいきそうじゃない、うん、確かに。結局ほんでなんかよくある不倫のやつもそうやん。奥さんと別れる別れる宣言みたいな、うん、結局長いこと時間かかったりするやつも、ね、結局別れられへんねんなかなか。うーん、でも幸せになれるでも幸せになろう。大事なのはその後ですか、ね、うん、なろうと思ったらなれる。なれるな、なれるなれるだいぶ辛口だったな。はい、はい、結婚すると恋愛が恋しくなる。おお、相談したかったです。おお、いかがでしょう。でもこれ言うよな、言うだから推し作るらしいみんな。そういうこと？なんか恋の感情がやっぱなくなっちゃうから時々こうときめきたくなるらしくて、だから推しを作るらしい、うん、じゃあなんか旦那はまあ旦那で安定に好きやし、うんうん、推しにときめくみたいな、うん、どっちもできるし、それが推しじゃなくて息子の人もおる。あ、息子の人じゃん。でも息子にときめいてる。ふみもまあまあねんけど結構恋愛頑張り屋さんタイプで恋愛ハマっちゃうタイプやん、うん、ってなると恋愛しんどいんよ。わかる、めちゃくちゃめっちゃわかる。だから私ドラマとか見ててもしんどそうと思っちゃうねん。わかるわかる。なんかこの好きすぎてとか見てたら苦しそうみたいな、なんか嫌なんよそれが。で結婚してからほんまそれなくなるやん、うん、で、すごいこんなに軽かったんやみたいな体なんていうわかるわ、うん、なんかこの考えんでいい。で、クリスマスとか誕生日とかあそこまで多分めっちゃ派手にしたいタイプじゃなかったんや元から、うんうん、だけど付き合ってる時ってなんかそれが若干ステータスみたいなとこあってしなあかんみたいな、クリスマスに彼氏と会わない私っていうのが嫌で、でその予定立てたりとか、で別にそのクリスマスクリスマスしてる自分に若干なんかそれも疲れてて、うん、でも結婚してからはクリスマスなんて平日になったし、うん、なんかもう適当なんよ、うん、それが自分には合ってて楽です。めちゃくちゃ私は、うん、だから恋愛はいらんってことや。でもいい経験やったけど辛かった、なんか恋愛全部辛かったなっていう思い出が結構あるかも。どうなんやろうな、雨は。恋愛と結婚
まあどっちも欲しいけどな。でも今また恋愛したいと思う、ときめいた。それがなんていうか、別の人には思わへんな、旦那以外の。旦那に、うん、旦那にはなんかそういうメリハリが欲しいなとは思う、うん、その普段通りの夫婦の時もあればカップルみたいな日があってもいいなって全然思うから、なんかメリハリが ある風にしたい。例えばそういう記念日とかの時はちゃんとお互いを思ってお互いのためだけにプレゼント選ぶとかさ、その感じが大事かなみたいな。普段ならやらんことをわざとするみたいな、うん、でもそれときめきなのかな、この人も言ってる。あ、雨は別にそういうのでときめく、うん、ときめくっていうか、 なんか恋愛してる気分になる、うん、自分が、うん、キュンイエイって感じじゃないけど、なんか相手を思ってやってる自分に満足するか、うん、まあ、それがしんどいやん。楽しい、それが、これが恋愛楽しい。パンプレとかもやらんもんだから、もう今、もうまさにあの化けの皮がめくれたって感じ。怖い。本来の私みたいな。あ、もう何もやりたくない。何もやりたくないね。なんか別になくてもお互い財布もそんな一緒やしと思っちゃう。でも相手喜ばしたいとか思う。あ、それは思う、うん、だから欲しいって言ったら買ってあげたいとは思うけど、タンプレでもそんなタイプでもないから、将来のためにお金置いとこうって思うかも。なるほどな、現実的ですね。はい、じゃあ次いきます。はい、復縁についてご意見聞かせてほしいです。あ、マジでなし派。うん、したことある。でも結局あの無理やったけど、私は復縁で、でも別に復縁でうまくいかんっていうのを決めつけたくない。うちの親は復縁やもんな、うん、うちの親も復縁やし、周りにも復縁で結局うまくいってる人っていっぱいいるから、うん、その1回目の別れた失敗をしっかり学びにできる両者やったら全然うまくいくと思う。確かに、相手次第、お互い次第。そう、自分もじゃない、結局同じことしてイラついたりさ、同じところでさ嫌になったりするんやったらさ、する必要ないやん、うん、なんか雨は自分は無理かなっていう感じやな、うん、自分の視点で、その人によると思うけど、うん、自分がもう一回復縁するってなったら、うん、絶対同じとこで別れると思う。まあそうやな、でも雨はそっち派やんな、うん、だから別れるときはもう本気のときやな、うん、そう簡単に、なんか今日嫌なことされたからもう別れるとかじゃなくて、もうマジで悩んで悩んで悩んで考えて考えて、この人のこういうとこ嫌いやけどこういうとこ好きっていうところをめっちゃ天秤にかけて、もう究極に出した答えで別れてるから、もう一回それをゼロに戻さん、そこまで行って別れるまで行ったのにもう一回戻るってことがあんまり無理だ、できない。重いよな、別れが、別れることがすごいしんどいやん、うん、なんか別れるってめっちゃ体力いるし、すぐ別れよって人おるもん、うん、マジで無理、別れたら一生恋愛したくないってぐらいやむねん、うん、なんかもうしんどいみたいな、恋愛ってなんでこんなしんどいってなるやん、うん、アミが別れて家でめちゃくちゃ病んでる時にファンキーモンキーベイビーズの何だったっけ、なんか忘れたけど失恋ソング流したってやめ、別れた悲しい時ほど悲しい歌聞きたいから、そのエピソード覚えてるわ、浸りたいタイプだから、うん、浸りたいやろなと思う、流したらぶち切れされてやめてこんな音楽みたいな、久米の部屋でさ、ね、こんなんてさみたいな、ほんまにショックやった。なんか振られたことがなかった、その人だけやったかな、人生で唯一振られた、うん、でもうマジで死ぬと思ったんや、うん、振られるってこんなに心臓痛いんや、うん、で今まで振った人ごめんなさいみたいな、もうめっちゃやんないや、うん、振られることに、ほんならさすごいなんか、なあ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 って言って急に怒られて元気出せって言われてさ、プレイソング流して怒られました。でもそれはふみとももは一緒やもん、その失恋ソング聞くっていう、ふみらさだってさ、自分の感情にマッチしてる音楽をひたすら流して、そうそうそう、めっちゃこの歌詞いいっていう大丈夫な、そう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 、いや分かるけど、なんかその時は多分ふみに話聞いてほしかっただけやのに、なんか音楽でポンとされた感じ。あ、それもあったんや。あ、悲しい曲も聞くんや、聞く聞く、あ、でもそういうのは一人で
しっとりで全然いいし、なんか友達とか人には喋りたい。もうこんな気持ちでこんな感情になってこんなんでこんなんで悲しかったみたいな言いたいのに、音楽ポンってかけられたから聞いてみたいな。イケメンやな。覚えてるわ、海の部屋でやる。19歳ぐらい。19歳か。次はチカちゃんに選んでもらおうかな。なんか1個じゃないんですけど、同じような人で旦那さん関係で、うん、LINE がマメじゃないとか、うん、愛情表現が薄い、うん、いつまでも可愛いって思ってもらうために心がけることとか、ご飯を作った時のリアクションが薄いっていう心の楽しみ。繊細やな。いやいや、絶対リアクション薄かったら言うけどな。え、美味しい美味しいな、no. みたいな。まあそれは聞くけど、愛情表現かで、別に愛情表現言葉でいらんタイプやねん。態度とか行動の方が欲しい。ちゃんとなんていうか、言葉で今日も好きだよとか別に言われんでもいいけど、例えば夜遅かったら迎えに行くわとか、しんどそうやったらなんか買ってきたりとか、今日変わろかとか、なんかそのなんか思いやり寝かしつけよ。寝かしつけ、今日変わろかやけど。今日変わろかって ないよな。今日変わろかはないかも。何を変わるねん。寝かしつけや。そういうところにちゃんと、あ、大事にしてくれてるな、思ってくれてんなって感じることで愛情を感じるから、なんか愛情表現確かに雨もあんまされてない。でもそれをどうやって保ちますかってことやな、され続けるためには。まずご飯に反応ないのは私ぐらいもう卓越したらいいと思う。相手の気持ちなんか考えずに作る。自分の、うん、食べたいものを作って自己満の世界やから、うんうん、で自分が食べて美味しいなと思ったらそれでいいし、うん、相手も美味しいって言ってきたら、あ、これ好きなんやってぐらいで終わらしとく。まず私はもう国籍違うから味の好み違うって分かってるから、あの期待してないです、あの美味しいって言われることは。もう私も多分相手が作ったご飯に美味しいと思うことは多分あんまりないと思うし、ラーメンラーメンそう、でもお互いやっぱりさ違うやん好みが。そうやな、うん、だから自分が美味しかったらいい。なるほど、そんな考えだね。自分が食べたいもの食べる、作る、で息子が食べてくれるなら息子の味覚感覚は自分と一緒にしようって、うん、息子の美味しい、嬉しいな。嬉しいよなあれは。でもラメはめっちゃ自分じゃなくて旦那の好きなものだから、それをするから期待するからしんどいんやって。わかる、リアクション薄い時に。だから自分の食べたいものを作んない、もうそこは諦める、うん、じゃあずっと愛してもらうためには、女として見てもらうためよ、うん、何やろう、何も努力してないけどな。答えになってないね。でもそうやな、うちの旦那がどっちかって言ったらいつでもなんか大好きタイプやから、うんうん、だからそういう人と結婚したらずっとそういう愛情表現とか、もう旦那さんいる人ですよね大体。でもなんか裕福ない、あの毎日一緒にお風呂入らない方がいいとかさ、下着姿見せん方がいいとか。でもさ、子育て始めたら無理じゃない絶対、あの受け渡しとか、お風呂、確かにお風呂で、もう受け渡しとか一番無様やなっていうの。もう裸で、裸の赤ちゃんをほいって渡してる自分も何もこうまとえないか、まとえないな。そうで、クセも育てないから赤ちゃん一人できひんやん。やる時間もないわけ。もうあん時無様や。それを最初した時に全てなんか終わった気がした。それまではそういうの確かに気をつけてたかもしれへん。確かに、確かに。でももう今となっても、あの呼ぶんや、洗い終わったら拾いに来てって、うん、で読んでバンって開けられて、次のだけバンって連れて行かれる感じとかでも慣れ、もうなんか別に慣れすぎてて多分見てもない。でもさ、それ仕方ないよな。もうこれは協力しなあかんからな、裸がどうとか言ってられへんもんな、うん、むずいな。
どうやったらずっと女性として見てもらえるんやろうな。でも女性として見てない人っている？あ、奥さんを、うん、そもそも、うん、あ、確かにいないんじゃない。いるんやろ。だって、おるやん。浮気の話とかするときとか結構男、あ、もううちの嫁全然なんですよみたいな。あ、そう、女の側がこう見てくれないみたいな、もうレスみたいな。あ、なるほどな。でもそこってそこじゃなくて、なんかでも一緒におるってことは違う部分で求められてるんやと思うねんけどな。どう思うで、だって家、だって一緒に住んでるやん、結局帰ってくるし。そうそうやん。それって見てなくてできるのかなって。あ、自分のママとパパがそんな感じかって言われたらちょっとちゃうけどさ、ラブラブみたいなさ、女男みたいな感じじゃないけどさ、もちろん家族みたいな感じやけど。でもふみ、家族の形好きかも、その絆、うん、なんかいつまでも女男って感じじゃなくていいよな、全然。そうやね、変わっていい、私も変わっていい派、その家族、うん、なんかそういう時もあればいいけど、そのずっとは嫌、子供の前でもなんか女男みたいなファンもちょっとしんどいかなって思う。子供がおらへんとなった時とかだけ、2人だけとかやったらまあちょっとはあってもいいかもやけど。難しいですね、この質問。ちょっとな、難しいし解決。でも2人で遊ぶ時は手つないだりとかするで。ベビーカー押すようになってからやっぱり手つなぐ機会なくなったから、うん、確かに、うん、ベビーカーなくて2人で遊ぶときとか、子供おったら子供が真ん中やから、まあ、そういうメリハリというか、なんかたまに手つないできたりとかしたら女性に見られんちゃう。確かに。で、お客さんがお願いします。初デートに着ていく服は何がいいと思いますか？決めにしてるね。せーの、ユメロということで、今日は恋愛相談乗ってみました。なんか恋愛相談してほしいってめっちゃ多くて、またやります。そう、ちょっと今日はガヤガヤしてたんで、またゆっくりします。バイバーイ。